岡崎市立高山中学校は愛知県岡崎市の公立中学校。西門岡崎市中町に位置する中学校。1947年に開校した。公明の鉱山の由来は同市六区町の鉱山から。部活動は卓球部、剣道部、野球部、テニス部、陸上部、ソフトボール部、水泳部、柔道部、サッカー部、バレーボール部、 バスケットボール部、駅伝部、吹奏楽部、手芸坂道部、美術部、メディア部などがある。生徒会は半年を一期とし毎年10月3月に全校生徒による直接選挙が行われ、生徒会長1名、副会長2名、役員4名、専門委員長10名で構成されている。専門委員会には、生活委員会、文会委員会、美会委員会、 図書委員会、体育委員会、給食委員会、奉仕活動委員会、緑会委員会、保健委員会、情報委員会がある。岡崎市立校山中学校の休校舎1980年2月26日付の朝日新聞紙上で公山中学校の卒業生が学校に対し常識を超えた体罰を行う教諭 Y を辞めさせて欲しいと請願書を出していたことが報道された。 生願が出されたのは1976年8月。その年の3月に卒業した生徒たちは、どこに訴えを持っていいのかわからず、やむを得ず県教育委員会に提出していた。この報道内容は1980年3月の市議会定例会で問題化されるも、管理教育に基づく強権的指導法が変わることはなく、後に暴力の連鎖を引き起こした。 1981年末からシンナー遊びやオートバイの盗難などによる歩道が目立ち始める中、1982年3月2日に教諭一人が生徒に殴られる事件があった。3月4日午前、浅井校長は3年生のグループ9人を校長室に呼び、進学や就職が決まったからといった安心指摘を緩めてはダメだ。 これから入試を控える生徒を手助けするぐらいの真面目な態度で学校に来なさいと指導した。同日午後12時40分頃グループのうちの男子生徒7人は3年6組の担任 N に朝生活指導されたことで話し合いがしたいと同組教室に呼びつけた。N は一人で教室に行くが心配した同僚の教師が様子を見に行き、生徒たちは 他の教師の立ち聞きを咎めた。それから約30分近くにわたって、教師12人に殴る蹴るの暴行を加えた。警察署員、約10人が、学校からの通報で駆けつけると、生徒は、なんだお前らは、などと署員に食ってかかり、さらに乱暴した。警察は3人を、現行犯で逮捕。4人を補導した。同年3月5日、 岡崎市教育委員会は緊急校長会を開催。鈴村正弘教育長はすべてが生徒を指導する教育者の責任。再発防止に全力を尽くせと指示し、同日辞表提出。3月31日付で辞職した。同年4月から、高山中学校では、女子の服装の規定が、制服はスカートだが、男子と同じトレバンを着用となった。生徒と親は、 スカートはなぜいけないのか、納得できる説明がないと詰め寄るが、学校側は、とにかく規則ですから守ってくださいで押し通した。当時の教育委員会は女子にトレパンを履かせることを、非公根絶への道の一つと考えていた。教員もそれを信じて、指導を行った。生徒は1988年から、制服の見直しについて、生徒総会、アンケート、クラス討議を積み重ね、 学校側に提案。1989年4月、女子のトレーパンはついに廃止された。ありがとうございます。